皆さんこんにちは、山田です。本日はですね、 Mac 用のスクリーンセーバー7つですね、ご紹介していこうと思います。で、今回ご紹介するものはすべて僕のインテル Mac の方で動作検証をしております。で、インストールにあたってですね、長らくアップデートされてないスクリーンセーバーもあったりするので、そのあたりはちょっと自己判断でやっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。スクリーンセーバーはシステム環境設定のデスクトップとスクリーンセーバーから設定が可能になってます。で、一部例外はあるんですけども、インストールはダウンロードしてからね、ダブルクリックするだけですので非常に簡単だと思います。で、これからご紹介するスクリーンセーバーはすべて概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければチェックしてみてください。まず最初はアフターダークフライングトースター。こちらね、オリジナルサイトが見つからなかったのでスクリーンセーバープラネットからダウンロードしました。いや、これ懐かしくないですかね。この時代はですね、 Mac がまだマッキントッシュと呼ばれている時代なんですけど、買いましたね、僕このソフト。そういえば単純にこのパンを焼くね、あのトースターが飛んでるってだけなんですけど、懐かしいですよね。この時代の Mac 知ってる人からしたら、教習感漂いまくりという感じじゃないでしょうか。アフターダークフライングトースターでございます。2つ目はね、エアリアルっていう読むのかな。 Apple TV のスクリーンセーバーを、Mac に持ってきたというような感じかと思います。で、様々なね、街とか場所、それから地球なんかっていうのも、非常にね、高画質に見せてくれるということですね。こちらはね、アプリケーション形式になっていて、ダウンロードをインストールするということが必要になってきます。で、インストールされた後はデスクトップとスクリーンセーバーの方に設定が入るんですけども、結構様々な、ね、設定が可能になっています。今これニューヨークの背景を出してるんですけども、ですね、スクリーンセーバーのオプションというところで、設定を変えることで映し出す、ね、動画というかこの写真とかを変えることができるようになっています。こういった、ね、動画が 4K にも対応していたりするので、非常にね、綺麗ですよね。非常に綺麗です。はい、2つ目はエアリアルというね、ものでした。3つ目は GitHub マトリックススクリーンセーバーですね。映画マトリックスをね、彷彿とさせるスクリーンセーバーですよね。こちらね、GitHub っていう、プログラムのソースコード管理をする、ね、サイトがあるんですけども、多分そこに入っている文字とかを、こうやってね、デスク上に表示させるというような多分仕組みなんだと思います。やっぱね、画面にね、こういった緑文字が流れる様は、まるで自分がね、ハッカーかなんかになってるような感じもしますよね。はい、GitHub マトリックススクリーンセーバーでした。4つ目はですね、カウントダウンというものですね。こちら自分が指定した日時までを、カウントダウンしていくというようなものでございます。この、ね、数字のフォントとかもなかなかシンプルでかっこいいなと思いますね。で、ちなみに僕は、今年の僕の誕生日までを、カウントダウンしているということでございます。あと275日後に僕は51歳になるということですね。これを見てると、時間を無駄にできないぞという感じで、いろいろね、はかどるかもしれないですね。カウントダウンというね、ものですね。はい、5つ目はですね、パドバリークロックっていうのかな。めちゃくちゃシンプルな時計だと思うんですけど、おしゃれなね、時計のスクリーンセーバーになっています。作者は、元アップルの UI デザイナーということらしいですね。背景をね、今黒にしてますけど、白にしたり、この数字のね、間のこのハイフンをなくしたりといったことも、できるようです。シンプルでね、かっこいいですよね。こちらがね、背景を白、ライトにしたバージョンになります。パドバリークロックでした。はい、6つ目ですね。6つ目はもうこれ多分定番なんじゃないでしょうかね。おなじみフリクロですね。こちら日本人デザイナーの足立裕二さんが作成されたものになります。いや、これね、結構昔から存在してると思うんですよね。Windows 版もあるし、 iPhone とか iPad 版もあります。もう本当にパタパタ時計ということで、シンプルな感じですね。フリクロでした。
そして最後ですね、こちらブルックリンですね。僕の動画の背景にもよく使っているんですけども、2018年のアップルスペシャルイベントの時に流れていたものにこうインスパイアされて作られたということらしいです。こちらね、まあ、リンゴマークが真ん中にあって、それがね、いろんなこう形を変えながらずっと表示されるというものになってます。かっこいいしね、かわいいですよね。僕のお気に入りのスクリーンセーバーでございます。でここに表示されるさせるものはね、さっきのオプションの中で何を表示させますかとかっていう設定もできるので、まあ、好きなものをね表示させるってことができて面白いかなと思いますね。ブルックリンです。こういったねスクリーンセーバーなんですけども、すぐにね起動させることが実はできます。このデスクトップとスクリーンセーバーの右下にねホットコーナーというのがあるんですけど、ここを押すことでこうマウスをね画面の4隅に持っていくとどういう動きをさせますかということが設定できます。で僕は今左上にスクリーンセーバーを開始するっていうのを、指定してます。なのでマウスをねこう画面の左上に持っていくだけでスクリーンセーバーが開始されるようなことができます。ちょっと見にくいかもしれないですけど、このマウスを左隅に持っていくと、まあ、こういう形でスクリーンセーバーが起動できるようになります。便利ですので、ぜひ設定してみてください。はい、ということで、Mac 用のスクリーンセーバー7つのご紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。